目黒蓮、100年の時間を待とう。俳優、アーティストとして活躍する目黒蓮が日本民芸館を舞台に、フェンディの最新コレクションをまとい、100年の歴史に思いを馳せる。目黒蓮が考えるニュージェントルマンとは、うだるような暑さの夏のある日、撮影は日本民芸館の西館で行われた。約100年前、無名の職人たちが作った日常の生活道具に価値を見出し、民芸と名付けた思想家、柳宗悦の旧邸宅である。100年って、フェンディとほぼ同じですね、目黒ハスはそう微笑んだ。来年、創立100周年を迎えるフェンディ、目黒は今年の2月にフェンディのジャパンメンズブランドアンバサダーに就任し、たびたびイタリアを訪れている。トスカーナの工場で職人が革製品を作る様子を見て、ディティールにまで目が向くようになりました。今日のルックの中で特に好きだったのはレザーブルゾン。スカートのようなデザインのパンツにブーツを合わせたスタイルも気に入っています。半歩攻めたコーディネートがいいなと思います。ボストンバッグは即、買うことに決めました。笑。